それではヨハネによる福音書の聖書公開メッセージ、今日は第57回目に相当いたします。それではお読みいたします。19章の17節から22節まで、ちょっと半端ですけれども、そこまでお読みいたします。こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレ神戸の場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をも、イエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の宰相たちがピラトにユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたが私たちに御言葉を通し、賛美を通し、祈りの中でいつも語ってくださり、私たちを見つめてくださいますことを心から感謝いたします。主が十字架についてくださいました。本当に多くの多くの意味がありますけれども、今理解できる中において、今日理解すべきことをあなたが教えてください。御霊の助けを与えてください。はじめに主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。57回目、今日は自ら十字架を負う主イエスということで、17節の言葉、イエスは自ら十字架を背負い、ここからメッセージの題として取り継いでいくことにいたします。前回は誰を恐れるべきかというお話をしました。その恐れるは恐怖の恐れるではなくて、畏敬の畏、愛から出てくるところの恐れ、それをですね、このお話をしました。しかし私たちはそれをなかなか持つことができません。そして私たちがいつもしていることは、言いますと、誰かを恐れて生きていくでしょうかね。これのことをいつもしているように思えてなりません。でも、この本当に私たちが心から神様を、イエス様を恐れていくならば、ここに本当に不思議な不思議な御業が起こってまいります。パウロは、神様を、イエス様を本当に恐れている人でありました。前回も何か紹介読みましたけれども、パウロは、しかし私にとって有利であった割礼、イスラエル民族、律法、これの学問のことですけれども、これらのことをキリストの上に損失とみなす、主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、と言いました。また、私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益であるって言って、パウロは本当にキリストの愛にこの満たされてですね、このようにしてイエス様を心から恐れるものとなっておりました。さて、今日のところに入ります。イエス様が十字架に疲れるってこと、本当にわずかの行を用いて書かれてあります。マタイは27章に、マルコは15章に、ルカの23章。一番大事なところだから、もうちょっと2ページ、3ページ使ってもいいんじゃないかと思うんですけれども、ただ一言、イエスは十字架に疲れたというだけ書かれてあります。さて、ここに私たちは神様が私に何を語ってくださるのかを聞いていきたいと思います。人々はまず何のためにイエス様を十字架につけたんだったんでしょうか。多少理由が書いてますね。それはイエス様が自分をユダヤ人の王と言ったからだと言っております。ユダヤ人の王っていうことは、これは神っていうことなんです。ですから、イエス・キリスト、このナザレから出たこのやつがですね、自分を神だと言った。これ以上の大罪はない。これは十字架につけるべきだと言いました。そしてまた、この十字架につけるときに不思議に、二人の強盗も一緒に十字架につけられておりました。二人の強盗とイエス・キリスト、全く正反対の人がですね、同じように十字架につけられている。
ここに何か神様の私に対するメッセージがあるんじゃないでしょうか。それはどういったことかと言いますと、まず、強盗たちが十字架につけられていく。本当に悪いことをしたんだからしょうがないよね。これは刑罰だよ。って言うんですけれども、ではその強盗たちを私たちがもし見たならば、何を思うだろうか。多分、私はこう思います。自分を救うことになる。その強盗たちを見ることによって、自分自身が救われていく。あ、私はこんな罪なんか犯してない。あんなことなんかしてない。俺はまともな人間なんだ。と言ってですね、自分の罪を自分で救おう。というふうに考えて根底にあるんじゃないでしょうか。ところが、イエス・キリスト。これを十字架にかけましたね。そして、これは今度は、強盗を見るときに、私たちは自分自身の心を自分で救うことができる。しかし、イエス・キリストを見るときに、今度は全く違ったものが出てきます。私たちがイエス様を十字架につけるのは、自分の罪を消すためです。と言いましても、罪を許されるためっていうんじゃないんですよ。その前の段階ですよ。罪を消すっていうことは、イエス様こそ本当に私たちを罪人だと定める私たちにとっては罪人なのです。罪に定める人ですから、私から見た基準ではイエス様はですね、さらなる罪人になってしまいます。自分の根本的な罪を指摘する。そして、この罪こそ私を死に追いやっていく。だから、イエス様がちゃんと生きているってこと、これはですね、私が死んでしまわなきゃいけないんです。イエス様が全ての基準になってきますから。このようにして、この自分の罪を暴き、自分を本当の罪人にしてしまう。だからイエス様を殺さなきゃいけない。特に律法学者、パリサイ人たち、宗教家たちにとってはそれがものすごい強かったんじゃないでしょうか。こいつがいると私たちがですね、ダメになってしまう。私の罪が示されてしまう。ですから、義人を殺す、消す、自分の魂、要するに根本的な罪をから救われていくということがあったんじゃないでしょうか。罪、2種類考えていかなきゃなりません。一つは表面に出てくるところの諸々の罪々です。殺人、盗み、偽り、姦淫。これを罪々と言って複数の罪ですね。もう一つは表面に出ない罪があります。それは人の奥深くに潜んでいて、そしてこの罪が私たちに罪々を犯させるのです。この罪は単数です。すなわち現在っていうものですね。私たちが諸々の罪々を犯すのはどうしてかってならば、それは私の内側に単数の罪。要するに単数の罪って何かってならば、神の命がないってことなんです。親からいただいた命で生きていること。これが単数の罪。そしてその罪が諸々の罪々を犯させていく。っていうふうにして考えてほしいんです。そして人間はこの諸々の罪々に対しては多少対処できる。でも根本的なこの現在に対しては全く対処ができないんですね。こんな記事がありますのでお読みいたします。こんな悲しい事件があったことを聞きました。二つ違いの大変仲の良い姉と妹がいました。どこへ行くにも、あ、その前、これは、出どころは、俗、いじめはなくなるって本の中に書いてあるものなんです。どこへ行くにも、いつも一緒に手をつないで行き、その可愛らしい二人の姿を見ては、微笑まないものはいませんでした。ところがある日のことです。まるで降って湧いたような恐ろしい事件が起こりました。いつものように手をつないで、近くのスーパーに買い物に出かける途中、妹は信号が赤なのに、大通りを横切ろうとして飛び出して行きました。あ、危ない。姉の方は慌てて妹の手を掴んで引き戻そうとしましたが、すでに猛烈な勢いで車が走ってきました。
すると怯えた妹は姉にしがみついて立ちすくんでしまいました。いや、手を離してよ。姉は反対側に逃げようとしましたが、妹は死に物狂いで姉にしがみつき動きません。その瞬間、一台の車が姉を跳ね道路に叩きつけました。不幸なことにこの事故が元で、姉の方は一生障害者になってしまいました。この時以来、姉は激しく妹を憎み始めました。あんなに仲良く育ったのに、彼女は妹の過失がどうしても許せなかったのです。一方、妹の方は一生涯すべてを捨てて、自分の結婚さえも諦めて姉に仕え、その杖の代わりになろうと決心しました。そしてどんなに姉から意地悪な言葉をぶつけられても、皮肉を言われようとも、毎日微笑をもってまるで奴隷のように姉に仕えました。しかし、なんと悲しいことでしょう。そういう優しい、そして行き届いた世話が、かえって姉を苛立たせ、親切にされればされるほど、姉の心は堅くなになって行きました。どうやったら妹に復讐できるだろう。私の一生をめちゃくちゃにしてしまった妹に、彼女はこう考えました。そうだ、妹は残る生涯を私の世話をするために犠牲にした。彼女にとって自分の過ちを償うために、この私の杖の代わりを務めることが唯一の一生の目的になっている。だから、もし私が死ねば、彼女の今までの献身はすべて無駄になるし、これからの生涯も無駄になってしまう。姉は妹に海が見たいと言いました。それも荒い波のが打ち寄せるのが見渡せる断崖のところに行きたいと言いました。姉が口にすると、どんなわがままでも受け入れようと思った妹は、車椅子に姉を乗せて海へ連れて行きました。あまりにも美しい景色にしばらく姉と妹は無言のまま海を見ていました。運命って皮肉ね、ようやく姉は言いました。こんな綺麗な場所にいると、なおさら私たちの惨めさが募ってくるわ。あんたがもし他人だったら、もしかしたら許せたかもしれない。でも小さい時から片時も離れることのない可愛い妹だからこそ、どうしても許すことができないの。ただひたすらあんたが憎い。この姉の言葉を聞いて、妹はその場に泣き伏しました。いくらでも泣くがいいわ。涙を流しても決着がつくわけはないんだから。冷ややかな声でこう言うと、姉は妹の手を振り洗って絶壁の淵に立ちました。すぐの姿は悪魔のようでした。小さい頃だったら、わざとやったわけやない。いくらでも言い訳は立つわ。でも理由がどうであろうと、兄弟のあんたからこんな被害を、一生台無しにされるような被害を受けた私は、どこへこの苦情を持っていったらいいの？お姉さん、許して。妹は追いすがりました。しかし姉は髪を振り乱し、寄らないでと叫びました。今私ができることと言ったら、あんたに復讐すること。そしてあんたの一生、ちょうど私がそうされたように台無しにしてあることだわ。妹は姉の腕を捉えて引き戻そうとしましたが、一瞬早く姉は呪いの言葉とともに、その恐ろしい絶壁から身を躍らせて暗黒の海の中に没してしまいました。妹の嘆き悲しむ声が、彼の波の打ち寄せる音と混じっていつまでも聞こえていました。これは実際にあった話です。兄弟だから繋がっているから、どんなことでも許せるとよく言われますが、実際はそうでなく、兄弟だからこそ何か相手から被害を被ったり、傷つけられたりした場合、他人からそうされるよりも、より一層深い恨みや憎悪を抱く場合があるのです。そういう罪深いものを私たちは持っているのです。例の心理学者が実証した通り、私たちは生まれながらに、兄弟を押しのけ、これを
これを抹殺しようとする心理があり、弟殺しカインの血を受け継いでいるのです。そうですね。これ実際にあったお話だそうです。この中に本当に人間の罪深さの深さ、それを見ることができます。けれども、こうした血の呪いに対して、ただ一つの解決はイエス・キリストの十字架による罪の許しです。つまり、私たちの愛ゆえに、キリストが十字架で流された血、これこそが血の呪いを祝福に変えるのです。兄弟殺しの血の代価はすでに支払われました。皆さん、この記事を聞いてどう思われたでしょうか？本当にこれ、人間の奥深いところにあるこの罪、その一つの罪、それが罪々を作っていくっていうことがよくわかります。自分で自分をどうしてもならない人の罪、現在っていうものを追い、その罪に、もろもろの罪々を作っていく。他の罪々は自分で少し解決できます。例えば、弁償するだとか、謝るだとか、あるいは逆に使えていくとか、そういったことで多少はできます。しかし、現在、これを自分で追うことはできません。なぜならば、魂、霊の死だからです。結果として、十字架。これは、このごまかそうとします。それこそ、イエス・キリストを十字架につけることです。そのことによって、自分自身の根本的な罪をなくしてしまう。でも、イエス様はそれを受け取っていきました。それ以外に、この人々の罪を許す方法はなかったからですね。生まれたままの人間に自由はありません。死が待っております。では、その、先ほどもちょっと言いましたけれども、私たちはどうしたらいいんだろうか。それは、罪が許されて生きるってことは、新しい命を持たなければダメなの。自分の努力とかなんかでは全くできないんですね。新しい命を持つことなんです。神様は私たちをご自分の形にかたどって作りました。型っていうのは男と女に作りましたね。愛は一人では成り立ちません。私とあなたがいて、私たちが愛し合う。だから命っていうのは一人の中にあるんじゃなくて、私とあなたの真ん中にできるのです。だから私たちは誰かを愛したいのです。そして、それができないことが一番人間にとっての悲しみになっていくんですよね。そして、私たちは今ではアダムとエバの命を受け取ってきました。お互いにそうでした。ですから、私たちの中にあるのは罪人の命、親から生まれた命でした。しかし、これが変えられていかなければなりません。じゃあ、どういうふうにして変えることができる？努力とか、この頑張りようではどうすることもできません。それはイエス・キリストと私がつながって交わることなんです。ここ、そうするとここに新しい命ができてきます。この命こそ本当に私たちにとっての救いとなってきます。人間社会見ていくと愛情深い親が犠牲を払って子供を育ててきます。それの子は確かに忍耐強くて、セルフコントロールができて、この人の十字架っていう人か、罪々っていうのは随分軽くなっていくんじゃないでしょうか。そういった親から育てられた人はですね。ところが逆に今度は、自分勝手な親に育てられる。そうしていくと、その逆になってしまいますね。それは本当に、自分をコントロールできないし、また我慢できないし、人に対して当たっては自分自身を救おうとします。こういったことをしていってしまいます。確かに愛情深い親から育てられたら、それなりに人間は救われていくでしょう。嫌な、この自己中心な親から育てられたら、救われる部分はですね、とても少なくなって罪が増していくでしょう。しかし、ある人はこうも言いました。私は神の摂理がわからない。なぜなら、より厳しい懲らしめを受けるのは、愛情深い親に育てられ育った子ではなくて、
多くの涙を流し、最低限度の要求すら満たされないままに世の荒波に放り出された子らなのだから。神様が生きてるんだったら本当ですね、そういった子を憐れんであっていいじゃないかと思うんですけれども、そうではなくして、愛する親から育てられたら本当にいい、そうでない親から育てられた子がですね、多くのこの罪を犯していきます。さて、子供にとって最低限度の要求、これは愛だったんですね。やはり人間を救うのは愛しかなかったです。物の多さやそういったものとは違っていました。物理的に豊かな国、貧しい国、本当にこのパキスタンでは3分の国土の3分の1がですね、水浸しになっているっていうことも聞いております。これからの貧しさはどのぐらい貧しくなっていくんだろうか。どうしてそこに生まれたんだろうと、その人たちは思うにも違いありませんね。これらの格差の中で、人には平等な恵みが実は与えられているのです。どのようなところに生まれようと、どのような親に育てられようと、平等な恵みが与えられております。それは、この素晴らしい親からこの育てられても、私たちの罪を消されることはありません。どんなにひどい親から生まれたとしても、私たちの罪が消される方法があります。それがおできになる方が唯一、イエス・キリストご自身です。そのことをよく私たちに書いているのは、ローマ書の7章になります。ローマ書の7章に、パウロ、特に7章、8章は、私たちのですね、罪の救いの根本、これを本当によく解き明かしているところです。パウロ自身は全身全霊を傾けて聖なるものになろうとしてとても頑張りました。多分彼は立派な親に育てられたんじゃないかとも思いますね。学問もありましたし、知識、また律法を守る点では誰にも負けなかったというぐらい、そういったことは一つの善なるものに向かってやる能力が与えられておりました。それは単なる頭がいいって超えて、心のですね、そこに集中できるっていう、そういった恵みも持ってたからに違いありません。強いものになろうとしてきました。しかし、律法は守れば守るほど彼を清くはしませんでしたね。どうしましたか？むしろ律法に一生懸命接して接して接していけば、自分の罪であることが分かってきたんです。ですから、もしイエス・キリストがそこに出てこなければ、パウロは多分律法学者の頂点に行ったかもしれませんね。そしてみんなに支配して、律法はこうです、こうです、こうですって言って、彼が作った救いっていうのをみんなに分け与えて教えてたかもしれません。でも、そこにイエス・キリストが出てきてしまったんです。そしてイエス・キリストが出てきてしまった時に、彼にはですね、内側に戦いが起こりました。自分はこれでいいのかという戦いだったと思います。その中にて彼は本当に苦しみました。そしてできることを彼はやりました。それはイエス・キリストを殺すことでした。ですから、イエス様を十字架につけるときに彼はですね、賛成したし、またみんなやれやれと言って彼はみんなの上着の番をして、このリーダー的な立場にいましたよね。イエス・キリストを殺すことが自分の現在からの解放を狙っていた。まあそういうふうに聖書にそのものは書いてないですけれど。しかし、律法に正しく接していてイエス・キリストっていうのが現れた時に、彼は人の罪の正体を、ごめんなさい、イエス様は表したんですね。故に、この彼は自分自身のことが分かってきました。そしてやがてイエス様に会ってから、彼はいろんな経験をしながらローマ書を書いてきました。そしてローマ書の17節。そうしてそういうことを行っているのは
要するに隅々を犯しているってことですけれども、もはや私ではなく私の中に住んでいる罪なのです。殺人、嘘、偽り、いろんなこと、そういったことを行っているのは私を超えている、私を超えて私の中にある罪がそれをしている現在ってことですね。それが私の罪々を作っていくんだってことで、彼ははっきりと気がつきました。そしてこのことは私たちの人生においてとっても大事な気づきなのです。確かに人間は清く正しく教会に行ってって思うかもしれません。それでは本当の解決はないですね。本当のこの罪々を作る罪、これに気がついて、ここのところを対処してもらう。それはどうしてできるのか。私たちにはできません。しかしたった一つ方法がありました。それを知っているのはイエス様ご自身です。ですからここのところに、先ほどのこの中にヨハネエル福音書の19章の17節に、イエスは自ら十字架を背負いと書いてます。ですからイエス様はみんなから捕まえられて反対する人が多くて、イエス様囲んで、こいつをこいつを殺せ殺せって言われて、そこから逃れられなくなってしまって、そして40に一つ足りない鞭をバチバチと打たれて血だらけになって、そして無理に自分の十字架を負わせられて、これ行け行けゴルゴタに行け行けってですね、追われていったのでしょうか。そうではないですね。ここではっきりと書いています。イエスは自ら十字架を背負ってと書いています。そうです、イエス様は私たちを救う方法は、自分が彼らの罪を背負うっていうことは死ぬってことで、引き取るってことは死ぬってことです。それから始まっていかなきゃ。それを引き取らないで新しい命を与えることはできない。二つ命を持つことは私たちはできません。そうです。古い命を捨てて、それを葬り去って、決して、そして新しい命を与えている。その新しい命によって生きる以外に、私たちの天国におけるこの救いは決してないんですね。それがこの17節、イエスは自ら十字架を背負いでした。途中で倒れました。それは背負いたくなかったんじゃないんですね。鞭を打たれ血流して、彼の肉体的な限界から追えなくなって、そこにクレネから出たシモンがあって、シモンに背負わせてきましたけれども、でも彼は自らこの十字架を選んだのです。私たちを解放するため、私たちを救うためでした。今私たちはその恵みの中におります。私たちがどうこうの超えて、イエス様は私たちを愛し、あなたの罪、あなたの十字架を私が負っていきますから。さあ、あなたはこれを喜んで受け取りなさい。そして私が、あなたが受け取ってくれるならば、復活の命をあなたに注ぎ、あなたを神の子供として、人の子から神の子として、神の命によって生きるものに私が作り変えてあげようと言ってくださっております。アーメン。愛する天の神様、この恵みの時を感謝いたします。私たちイエス様にこのうないがしろし、イエス様こそ私たちの罪を指摘する唯一の絶対者なるお方でありました。私たちも最初は足を嫌っておりました。でもイエス様、このようにあなたを知り続ける私たちのために、イエス様は来てくださって自ら十字架を背負ってくださいましたことを感謝いたします。主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。